こんばんは。バレた曲とありがとう。嬉しい。ギフトもありがとうございます。ありがとう。フォローありがとうございます。18のお話が追加しました。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。はい、ちょっと昨日までは昨日まではイヤホンで話してたんですけど話してたんですけど、ちょっとずつ話しちょっとずつ普通に話せるようにしていかなきゃいけないのでなのでイヤホンやめました。ずっとね声を出せなかったら逆になんかその次また出すってなった時に喉がびっくりしてあれになるのでちょっとずつ話します。ありがとう。ありがとうございます。ギフトもありがとうございます。そう、今日から推し活キャンペーンみたいなが始まりました。推し活キャンペーンみたいな、ありがとう。対象ギフトもほら、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。か弱い感がかわいいそう、普段強いから喋り方も普段からね強いので、いつもそう、なので当分はか弱い女子系でか弱りを積んだと思います。幕張買い出した、ありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。ありがとう、ギフト。遊びに来ました。リオツの喉の具合どう？喉は普通に出るのは出るんですよ。普通に出ることは出るんですけど、出してしまうとちょっとやばいので。でもだいぶ良くなってきた。だいぶ良くなってきて、毎日めっちゃ部屋で加湿器炊いてるし、病院でもらった薬も毎日飲んでるので、今日からメール取り始めました。
なんかおしとやかだよね。だって声出せないから、声出せないからだよ。リオツは雨に打たれながら帰ってきました。え、雨降ってるの？やばい、大変だ。風邪ひかないようにね。でもさ、例えば帰っててさ、急に土砂降りになってもさ、傘持ってなかったらさ、終わりじゃないですか。まあ一旦なんか屋根のとこに隠れてからするけど、そうキャンペーンが始まってるので、あのテロップじゃない、なんだっけ、あタグか、そのタグをつけてるんですけど、ちゃんとついてますか？ちゃんとついてるかな、どうかな、どうかな、どうかな。メール楽しみですよ、ありがとう、嬉しい。ゲストもありがとうございます。毎日長文のメールありがとう、届くの楽しみにしてます、嬉しい。読んでね、みんな長いけど長いけど読んでくださいね。なので皆様、キャンペーンがね始まっておりますので、キャンペーンの対象のギフト集めてるので、ぜひお願いします。投げてくれたら嬉しい。キャンペーンぜひ投げてください。あとはね、でも対象ギフトはいろいろあるんですけど、あの神、緑のあの神ってやつは神ってやつは、あのなんかミッションを達成したら無料でもらえるやつなので、ぜひお願いします。すごい、なんかタオルみたいなのがめっちゃブルン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 回ってる。ワンレター久しぶりに書いたから2通目が便箋6枚になった。そんなに書いてくれたの嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。え、ファンレターね、まだね、あのまだ来てない、来てないというか、なんだろう、受け取れない。多分早く見たい、早く読みたい、みんなのファンレター。大阪ではお元気そうに見えましたけど、具合悪かったんだ。具合は悪いわけじゃないんですよ。もう体はもう元気パン、もう元気満々の、もうイエーイって感じなんですけど、あの喉があれだったので、そう、もうあの具合悪かったわけじゃないんですよ。元気でした。初見さんありがとうございます。カメラリアです。ぜひフォローしてください。フォローありがとう。最近ねすぐ足がしびれるんですよ、なんでだろう。もう常にしびれている、すぐしびれる足が。ありがとう、大阪通社ありがとう、広島お話し会もとたのでるし、嬉しい、ありがとう、ありがとう、嬉しい。あ、タグついてる、よかった、ありがとう、教えてくれて。2月25申し込んだ、え、嬉しい、ありがとう、やったー、楽しみ、ありがとうございます。ありがとうございます。2月の広島リオツに会いに行こうかな。え、来ちゃいなよ来ちゃいなよ、来ちゃいなよ。
ファンレター受け取れるようになったんだね。そうなんですよ、研究生はそのプレゼントもお手紙もダメだったんですけど、なんとファンレターは OK になって、もうすでに OK 送れるようになってる。そう、プレゼントはねまだ送れないの。押し始めました。え、嬉しい、わかりやすいやった、ありがとう。ファンレターたくさん書いたら読む気なくなったりしない？え、どういうこと？あ、たくさんある、読むのやめよってことなわけないじゃんえ、逆になんかいっぱいいっぱいある方がなんかワクワクするもんいっぱいある方がえ、こんなに書いてくれたのと思ってめっちゃワクワクするだってさ、リオさ、マーメの返信もさ、あの X の返信もさ、直接のマーメの返信もさ、全部全部全部片隅から片隅まで片隅から片隅まで全部読んでるんですよ。そのまあ疑ってる人もおると思うんですけど、本当に読んどるみたいな、なんかその口だけで言ってないって思ってる人おると思うんですけど、本当に本当の本当にマジでリオは全部読んでて、もう常に英語させてて、常にみんなのことをこう見て読んでるから、そうスクショまでして残してるからそう、いやそういうの見るの好きなんですよ、リオ。みんなの返信とか読むの好きだから、だからあのファンレターも読むの楽しみ。ファンレター何枚くらい書くのがいいですか？大量だとリオツの負担になったりしない？全然ならないです。なんかさ、結構さ、お借り押しのみんなってさ、リオの負担を考えるじゃないですか。こうしたらリオの負担になるかなとか多分考えると思うんですけど、もう逆です、逆なんですよもうファンレターいっぱい届く方がリオの活力になるので何枚でも、もう100枚でもいいよ、100枚でも何枚でもいいです。重い愛でもいいですよ、重い愛を100枚綴ってもいいですよりおちゃん何時まで配信できるようになったんですか？9時です、9時、夜の9時。そう、配信もメールも七並べも X も全部9時で、次16歳になったら10時までいけます。イエーイどん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 いけるようになる。ありがとう、ギフト。りおちゃん髪伸びた？本当？確かに伸びたかも。そう、聞いてください、聞いてください、あのもう髪の毛が抜けてもう悲しいことになってたじゃないですかもう結んでももうほんと束が少なくて、前はそう悲しかったんです。そしたら今日結んだら結構元に戻ってて、この束感がこの毛量が戻ってきてめっちゃ嬉しい。でも伸びたよね、切りたい、ボブにしたい、切りたい。今リオ結構切りたい欲が出てるんですよね切りたい切りたい。でさ、でもさ、この頭の上のさ、ピヨピヨちゃんがさ本当にやばい。でもね、ピヨピヨちゃんね結構ね成長してるんですよ、結構もう伸びてる。前はこんぐらいだったのに今結構もうこんぐらい、こんぐらい伸びてて、だからもうビヨンビヨン頭の上もう草原みたいになってる頭の上草原。そうだから、まあ、アホ毛やばいから毎回こアホ毛をねこうなんていうの、収めるみたいな、なんか固めるやつあって、そう、あ、これなんですけど、なんか見た目はね、見た目はこう
マスカラみたいなんですよ。見た目はマスカラみたいなんですけど、これをこうやってなぞったら、ほら見えるかな、こっちはね青毛がなくなるんですよ、綺麗に。こっちはボサボサなんですけど、こっちは綺麗になる。見える？最強アイテム、最強アイテム、もう親友ですね、この子とは。この子がいなきゃリオはもう生きていけない。最強アイテム、リオちゃんは理想の告白ってありますか？どういう質問？死ぬ。理想の告白？え、どっち側ですか？リオが告白されるバージョンなのか、自分がするバージョンなのか。すごい質問。そう、これはね美容院の人にね教えてもらってから買った。おすすめ。みんなもおすすめだよ。みんなもおすすめ。静かなリオツンが可愛すぎて抱きしめたくなる。お、静かリオツンが好きですか？じゃあもうずっと静かで行こうかな。そうだね。え、リオね今本当に元気なんですけど、元気ないように見えますか？え、本当に喉以外は超元気なんですけども、元気もりもり。元気もりもりなんですけど、元気ないように見えますかね？え、大丈夫ですかね？え、声のためにあのおしとやかにしてるだけで、本当に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 元気元気なんです。元気元気、え、元気元気元気に見えますよね？大丈夫？普段手書きすることなくなったから、ファンじゃ手が疲れて最後の部屋文字が雑になったかも。え、あるあるだよね。手紙書いててさ、最初はさ綺麗に書きたいじゃん、手紙とかも。だから超綺麗に書いてたの、もう最後らへんは手が疲れて雑になる。え、 MV ロケ地で踊ってみた、すっごい良かった、感動した。え、ありがとう、嬉しい嬉しい。公演だとパフォーマンス好き、ダンスもすごく大きく見えて嬉しい、ありがとう。リオツン現地に行けなくてごめんね。大丈夫だよ、ずっと心は繋がってる。お借り寄せでいてくれれば、いてくれればもう何だっていいですよ。お話し会の会場の配信で清水沙羅さんがリオツンのモノマネをしていた。え、そうなんですか？え、この前の大阪？え、マジで？恥ずかしい。え、見てみよう、棒チューブで見てみます。待って、スクショしとこう。どんなモノマネしたんだろう。サラ先輩ね、結構リオンのこと知ってるんですよ。知ってくれてる、嬉しい。マーナとかパーナとかさ、メーナとかのことも知っててさ、あのすごい嬉しい。メイナだよねとか、え、そう、聞いてください。この前、あのこの前、その普段、その普段というか、そのメンバーは、他のメンバーはマーナとかパーナとかモーナとかあのメイナとか知らないじゃないですか、呼び方とかもね。呼び方とかも知らない、誰って感じなんですけど、この前カラオケ招き猫があったじゃないですか、あのあったじゃない。カラオケ招き猫、東京でフェスがあったんですけど、その時にあのメイク、ヘアメイクをしてて、でヘアメイクのとこ、場所が横並びで3人ぐらいいるんですけど、で隣に千穂さんがいて、そう、千穂さんがいたんですよ。であの
こうヘアメイクさんと話したりとかしてて、そしたら千代さんが、千代さんとその千代さんのヘアメイクをしてるヘアメイクさんがなんかその両親親とかの呼び方の話をしてて、なんか父とか母とかの話をしてて、でそしたら千代さんが急にリオに、あの、え、お父さんお母さんのことってなんて呼んでるって聞かれて、うわこれはやばいと思っていやまだパーなって言うけど絶対変なことだなと思われると思って、でも正直にまだパーなですって言ったんよね。そしたらえ何それって言われて、もうめっちゃ恥ずかしかった本当に変な子だと思われたと思う。そうマーナパーナですって言ったら、え何それ初めて聞いたと言われて、ね、えなんでマーナパーナって呼んでるのって言われて、あの流行ってますっていやなんて答えたらいいか分かんなくて流行ってますって流行ってますって言ったら、えー、そうなんだみたいなマジでおもろいそうマジで面白いそう変な子だと思われた面白い。そう。受験さんありがとうございます。カマラリーです。ぜひフォローしてください。そうなんですよ。ありがとう。ギフトありがとう。フォローありがとうございます。ありがとう。初見さんありがとうございます。カメラリーです。ぜひフォローしてください。そうしかもさ、マーナとパーナ結構見に来るんですよ。リオのステージをね。ステージ見に来るんですけど、あのもうダンスの先生にも覚えられてて、あのリオツンのお父さんお母さんなんか毎回来てないみたいな。覚えられてて恥ずかしいんですよそう恥ずかしくて、今日も来てたよねって言われて先生に、ではい来てましたって言ったら、優しいねってでね、ペンライトもさめっちゃ振ってるんですよ。マーナとパーナこうやってもう元気にめっちゃ元気に振ってて、そうだからめっちゃあのめっちゃねバレる。でしかもさしかもさちょうどさ DMM のカメラの下とかにいるんですよ、よくちょうどね、ちょうど DMM のカメラの下とかによく2人でいて、だからあのメンバーとかも結構そのカメラ目線をするときに見るじゃないですか。だから本当に目立つんですよ本当に目立つんですよね、マーナとパーナが。もう恥ずかしいそうで、マーナはココアさん推しだからそうココアさん推しだから、なんか帰ったときに、あの帰ったときにね、今日ココアさんからいっぱい入れすぎたみたいな感じで自慢してきて、でこんな感じでねこうやってしてくれるんよみたいな、マーナが言ってきてからシミュレーションしてめっちゃ嬉しそうにそう、リオも参考にしてみみたいな言われる。そうないように見えてました。本当ですか？りょうつん、以前のお礼はまだ見れるかな？以前のお礼？以
してんのあれ、な、なんだろう、タワー、タワーのお礼のことかな。タワーのお礼のことかな、合ってるかな。お呼び出しまたまたするね、もちろんまたします。うん、ギフトありがとう、たくさん。そう、メイナ認知されてるよ。サラちゃん、リオちゃんのモノマネうまい。そうなんですか。え、一回見たことあるんですよ。な、前も前もやってくれてましたよね、サラ先輩、リオのモノマネ。リオはーみたいな言ってたの見た。リオはーみたいな。見ました。初見さん、ありがとうございます。カメラリーです、フォローしてください。そうそう、リオンチで流行ってる、マーナとパーナ。リオンチで流行ってる。世の中で流行ってない。そう、ダンスの先生も知ってるんで。そうだよ。でもさ、前にさ、あのサーヤンさんの生誕祭の MC でさ、パーナの話は出したからさ。パーナはみんなに知られる。そう、でもね、パーナの姿を知っているのはマイキューさん、メンバーでは。あとは 2.5、 あとイチゴとリチャも知ってる。パーナ有名やばいんだけど。恥ずかしい。パーナみんなに知られてる。そう、パーナダイエット中だから今。そう、ダイエット中なんですよ。ほんまに面白い。いや全然変わらないんですよね。いや、パーナさ、あのよくダイエットしてるんですけど、なんか体重は落ちてるのに、パーナ全然見た目変わらなくて。で、ちょっと痩せたとか聞いてくるんですよ、パーナ。え、全然変わってないよって普通に言うから、リオ。だからめっちゃしょぼし、あのしゃしょしょぼ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 むしょぼんで、あれ、へこんで、あ、へこんで、そう、え、全然変わってないって言ったら、めっちゃへこんで、えー、みたいな。かわいそう。パーナかわいそう。しかもさ、最近なんかパーナがマーナに髪の毛が生える薬買ってってマーナにおねだりしてて、毎日で、マーナがなんで買わんといけんのみたいな。いいじゃん今のままで、みたいな。嫌なんよ買って、みたいな。そう、髪の毛が生える薬を買ってって、もう毎日マーナにおねだりしてる。そう、そうだよ。パーナさんはサイアンペルライフ振ったりする？するよ。え、この前あの僕隊公演来てたんですけど、アズミンのペルライト振ってみたらしいんですよね。あの、そしたら、いや、リオが出てない時、ユニットとかの時は他の子のペンライトを振ってるらしくて、で、この前アズミンのペンライトを振ったらしいんですよね。そしたらすぐ気づいてくれたらしくて、そう、すぐ気づいたらしい。そう、ココアさん推しらしいよ、マーナは。メンバーのお母さんココア推し多いな。そうなんですか、すごい。リオツン、ご両親にリス送ってるの？え、たまに送る。普通にアイコンタクトはするんですよ。普通に見るとかはするんですけど、あんまり送れないんですよね。爆裂とかはしないよ、さすがに。でもこの間試してみたんですよ。この間マーナとパーナがなんか2人で
なんかキュンキュンをしてきたんですよね、リオに向かって。だからキュン返したらすごい嬉しそうにしてた嬉しそうにしてました。歌うまい人って人のモノマネも上手な傾向あるよね。そうだよね、聞いたことある。さ、モノマネ、歌モノマネする人とかもさ、あれ歌が上手じゃないとさできないもんね。ほら、ありがとう。歌唱力5位で決勝進出から1年。今日で、やば、記念日ほら、ありがとう。歌唱力次あるんかな、全然聞いてないんですよね、話全然まだ来てない。あるんかな。そう、パーナみんなに認知されてるからほら、ありがとう。そうで、あのパーナがマーナに毎日髪の毛が生える薬買ってっておねだりするから、マーナが元からないところには生えんのよって言われてみんなで爆笑した。いや、ちょっとあるところにやったら生えるけど、元からないところにはもう生えないからだからおでこは狭くならんのよって言ってて、パーナが悲しそうにしてたガチでしょぼってた、ガチでへこんでてそっかみたいな面白い。そうそう、おでこが広いのがコンプレックスみたいあ、マイキューの、え、アネキューさんもココアさん推しなんですか。すごい、ココアさん人気だね。でもほんとココアさんはね、沼ですよ。だってさ、会った時にさ、リオって呼んでくれるんですよ。やばくないですか、ココアさん。リオおはようって言ってくれて、もうダメですねね、あ、ほら、ありがとう。よつ、晩ご飯何食べた。食べてない、配信終わってから食べる。お腹すいた、ココアさんと遊びに行ってみたい。ココアさん、ココアさん、なかなかさ誘うのに勇気がいるんですよ、結構。そう、だからサーヤンさんとも行こうねって言ってて、まだ行けてなくて、マイキューさんとも焼肉のリベンジできてない。あとパセリさんともアイスを食べに行くのもまだ行ってない。ほら、ありがとう。なんかね、勇気があんま出ないんですよね。なんか結構リオはそのこうしたらこう思われるかなとか、なんかこうしたらこうなるかなとか、今行ったら迷惑かなとか、なんかすごい先の行動とか、その人の気持ちとかを考えすぎてしまって逆に行けないんですよね。そう、だから今話しかけてもいいかなとか思って様子を見てたら、もう話しかけるタイミングを失ってしまうとか、よくあるあるなんですよ。そう
そう、先の行動をさこう考えすぎちゃう癖があるから。そうなんですよね。マイキュー取られそうだから頑張らん。確かにサンキちゃんがね。そう、ますます親近感湧いた。そうなんですよね、考えすぎちゃうんですよね。リオ、コップの色変えましたか？白も可愛い。気づいてくれたな。そうなんですよ、紫とこのクリームみたいなの買ってて、紫を今洗ってるからクリーム。え、嬉しい、気づいてくれて。可愛くない、この色も。そう、洗い替えを買ってたんですよ。クリームっぽい、なんかグラデーションになって可愛い。お気に入り。これ本当に使いやすい。買って正解買って正解です。ファンはお尻似てます。あ、似てるな。だよね。お写真撮るときも声かけるタイミング悩む？悩む。結構見ちゃう、な、見ちゃうというか、なんていうの、こう様子を見て、あ、今いけるかな、あ、でもみたいな、こうためらっちゃう。最近リオツン忙しい日多いね。またリオツンの料理配信やカラオケとかみたいな。そう、リオもしたいんですよね。リオもしたいけどできないんですよ。そう、もちろんしたいです。だってさ、前とかさ、もう毎日のようにコスプレしたりさ、そう、企画とかしてたんですけど、リオも好きだから、企画とか料理配信のカラオケとか好きだからしたいんですけど、もう今毎日お仕事で忙しいからできなくて。みんなも見たいよね。たこ焼き作りたい。たこ焼き作り配信を前しようと思ってできなくて。そう、あ、ほら、ありえた。おそろのタンブラー買ったけど、熱いお茶入れてチューブ星になってる。やけどした、やけどしたの。確かにこれはね、熱いな、甘んかな。まあ、リオはさ、冬でもさ、冷たいの飲むけさ合うけど、熱いのが好きな人はあれかもね。え、熱いのさ、ストローで飲むのは危険じゃない？なんて、ねえ、危険だよね。危険。え、この前さ、あのさ、あれなんですよ。あ、この前というか結構前なんですけど、あの、そのいつも行きつけの焼肉屋さんがあるって言ったじゃないですか、リオのね、大好きな焼肉屋さんがあるんですけど、そこの卵スープがめっちゃ美味しくて、もう毎回頼むんですけど、卵スープで、その卵スープ、ちょうどその前の時にベロをやけどしてて、そう、やけどかな、なんか、そう、なんか痛くて、ベロがやけどかなんか口内炎かなんかで、なんかご飯を食べるのもめっちゃしみて痛かったんですよね。だからそのスープを飲むのも結構なんか苦労するんですよ。だからあの、その店員さんにストローをもらって、普通のあの飲み物とかを飲むストローをもらってから、ストローでスープを飲んだんですよ、リオ。すごくないですか。え、でも結構いけた。ストローでスープを飲みました、熱々の。たこ焼き器持ってるの？持ってるの。そう、なんかたこ焼きもできるし、ホットケーキもできるしみたいな、あの
いろんなのができるプレートみたいなのがあって、そうたこ焼きあるんだよね。たこ焼きしたい。りょうつの企画配信ほとんど見たことがないので見たいです。え、そう見てほしいんだよね。でも某チューブで、某チューブにいっぱい載ってるから、昔のも見てみて。マイキーはマイちゃんと呼ぶと喜んでくれて距離が一気に縮まるよ。え、そう前配信で話してましたよね。でもね、あれですよ、この前のリアルお話し会、大阪の時に話しかけましたよ、マイちゃんさんって。ほらありがとうそう、でも難しいよね。でもちょっとまずは頑張ってまいちゃんさんを自分から誘ってみようと思います頑張ろう。でもさ、会えないからさ、しかも連絡先も交換できないからさ、会った時かマネージャーさんを通してしかないんだよね。りょうつん天才、ほんと。そう、スープをねストローで飲んだんですよ そうで、そのスープをストローで飲んで、飲んだ次来た時に、毎回スープを頼むから卵スープをだからこう頼んだんですよね。そしたらその店員さんのなんか店長みたいな人が、店長なんかあの優しいなんかおじちゃんなんですけどボスみたいな優しいおじちゃんが、今日はストローいらんのみたいな今日はストローで飲まんのって言われてあ、今日は大丈夫ですって言った。そう、あ、ほらありがとう。うん、昇格したら連絡先交換できるの？そうなんです、できますそう、企画配信もしたいんですけどね、できないんですよね。今日もこんなに珍しい、こんなに1時間も配信できてるのも珍しいから、そう珍しい。もう今日ぐらいしかないかも、今月はこんなに配信できるの。もう明日からまた毎日あるからうん、久々だもん今日も結構。え、待って、もう45分、やばい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 。え、告白してスクショして団長呼んで、でもね、その大人になって大人になって、あの12時まで配信できるみたいになったら全然変わるし、あのレッスンとかが終わった後とかも配信ができるんですけど、 X もね、モアメも、でも9時までしかできないからなかなか難しい。ジャズが終わったらちょっと落ち着かんのかな。落ち着きませんいっぱいあるんですよね、お仕事。放課後音楽祭もあるし、お仕事も詰め詰めです。詰め詰め
ヨツンバースデーメールありがとう。ってことは今日お誕生日だよね。そう、誕生日の日はね、あれ、ファンのみんなからコメントしてもらわなきゃね、リオね、お祝いできないの。おめでとう。待って、誕生日、ごめん、誕生日の王冠がないので、ちょっとウサギちょっとウサギで、ね、すいません、ウサギで代用。ウサギちゃん待って、これもあるから。めっちゃ盛大なんだけど。OKOKOK。 OK、 いくよ。いきます。待って、あんま歌えないからちっちゃめで、ね、いきます。ハッピーバースデーカプツキシ君さん、ハッピーバースデーカプツキシ君さん、ハッピーバースデーディアカプツキシ君さん、ハッピーバースデーカプツキシ君さん、ハッピーバースデー、ありがとう、おめでとうございます。すごい、なんか一気に、なんかすごい豪華な、おめでとうございます。いつもありがとう、応援してくれて。良き一年にしてくださいね。ありがとう。それでは告白をしたいと思います。久しぶりの、ね、さっきね書いたんです。まずは ST48 のモバイルメール、ぜひ。モバイルメールがあるのであるのでぜひ取ってくれたら嬉しいです。アプリ版とウェブ版があるので、ぜひ。リオのですよ。リオのモバメぜひ撮ってください。岡村リオの撮るんですよ。他のメンバーはダメですからね。岡村リオの撮ってくださいね。そして今ニューブプロジェクトという企画をしておりまして、このニューブプロジェクトの YouTube チャンネルの登録者数が1万人になったら、今 2.5 期研究生が4人が研究生なんですけど、正規メンバーに昇格というチャレンジをしております。なのでぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。このニューブプロジェクトって検索したらすぐ出てくると思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。リオのねプロフィール欄にも書いているので、そこから飛べると思います。ショート動画とか普通の動画とかも載っているので、ぜひチェックお願いします。いいねとかも拡散とかもよろしくお願いします。そしてニューブプロジェクト×ドンレミコラボカフェがオープンすることになりました。はい、期間は2月10日土曜日から2月18日日曜日までの期間で、場所は東京ドンレミアウトレット上野駅前店であります。はい、リオたち4人が考えたオリジナルスイーツとドリンクが楽しめるので、絶対食べに来てほしいです。あ、ほらありがとう。そしてフォローありがとうございます。そして今週は
区の太陽公園があります。はい、1月25日木曜日、会場は広島クラブクアトロ、時間は17時45分、会場18時半開演となっております。ぜひ会いに来てください。で、今週これもあります。 ST48 ミートジャズあれ行きたいミートジャズ with マックミートは肉だったんすよ。ミーツ？あれ？ミート？ミーツ？すいません。ミーツ、ミーツジャズ。ウィズ、マック？ボリューム2があります。はい。日程は1月27日土曜日、会場はおこげマットホールであります。時間はスタートが19時です。ぜひ、リアたちの。ジャズを来てくれたら嬉しいです。配信もあるのでぜひ配信でもご覧ください。そうですね、 ST48 のスタディーダンスのハッシュタグ5が5の放送が25日の23時半からもあるのでぜひ見てください。たくさん告白があるんですけど、あとは今日からお話し会の第10再販が始まりました。はい、今一時受付で、一時受付は明日の23日火曜日の13時までとなっております。で、今回2月18日のオンラインと2月25の広島のリアルお話し会が最後の受付になるので、ぜひぜひ来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます。派遣さん、ありがとうございます。カメラリューです。ぜひフォローしてください。ぜひ。ちょっとね、時間的にテーマを紹介する時間はないんですけど、ちょっとテーマの一覧をちょっとスクショ申し込みしてみました。嬉しい、ありがとうございます。今からね、申し込みしてくださる方はこの最後の受付の2月18のオンラインと2月25のリアルを来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。初めて橋見に来たけどめちゃくちゃ可愛い。え、ありがとうございます。嬉しい。 X もあるのでぜひフォローお願いします。プロフィール欄から食べます。広島のリアル行きます。嬉しい、ありがとう。あ、フォローありがとうございます。あと1分だけど、ちょっとスクショタイム、ツイン、今上に出たんだけどさ、ハッピーガールさ、今リオ3位って出たんだけど、嬉しい。ほら、現在3位って、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。真顔で何ポーズか、可愛いポーズもらえますか？真顔で何ポーズ？どういうこと？真顔？真顔。あ、ほら、ありがとう。嬉しい。パーナがおねだりしてるポーズ。ガオポーズ。
パンダの頭を見たリオツ。なんで買わなきゃいけんのんと言われた時のパーナ。あ、56分誕生日ます、ありがとう、ごめんね、全部読めなかった、誕生日ます。13位流れ桃さん、ありがとうございます。12位鈴鹿さん、11位癒し系さん、ありがとうございます。10位はりちゃんさん、ありがとうございます。10位、あれ9位らくらくさん、ありがとうございます。8位こやまっちさん、ありがとうございます。7位ひいらぎさん、ありがとうございます。6位ゆずきじさん、ありがとうございます。5位あやさん、ありがとうございます。4位レオタンさん、ありがとうございます。3位リオツン推し3日目のヨネさん、ありがとうございます。2位リノットさん、ありがとうございます。そして1位はカープスケイシ君さん、ありがとうございます。イエーイ。やばい、お腹が鳴ってるありがとうございます。ありがとうございます。あ、やばいやばいやばい、また2023って書いてた。カップ好き石くんさん、ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。カメラリオでぜひフォローしてください。ありがとう。それではちょっと声控えめの配信でしたが、超元気なので超元気でしたそれではバイツー、おやすみ。明日は朝配信かな、多分朝配信になります。みんなコメントもギフトもたくさんありがとうございました。 X 載せてるので見てください。バイツー、おやつん、バイツン、おやつん、バイツン、おやつん。